ちは、青木美佐子です。今回はメリメルちゃんをロリータの一人前に仕上げるために講師を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回いろいろ学んでいただいたと思うんですけど、はい、今回はヘアメイクを学んでいただきたいと思います。はい、まだ何もやってない、ね、今もう顔から下は完璧なんだけどこっちから上が全然不完全ですね。なんで、はい、結構やっぱりヘアメイクもロリータファッション重要になってくるので、はい、ぜひその辺も学んでいただきたいと思うんですけど、はい、皆さん普段こだわってるヘアメイクの方法とかありますか？こだわってるヘアメイクですか？結構最近ここの下にピンク入れる人が多くて、あ、私も入れたりする。真似して入れてます。うさぎちゃんメイクみたいな。はい、でも今回は、はい、私のヘアメイクを勉強してロリータファッションをもっと詳しくなってもらおうと思います。それではレッスンスタートです。私のヘアメイクをご紹介したいと思います。まず前髪なんですけど、前髪は目と眉毛の間のラインでバッツリ切っています。これはすごくデカめ効果があるので、この長さで前髪は常にカットしています。で、目なんですけど、おすすめのアイラッシュ、つけまつげは、ダイヤモンドラッシュのヒロインというものなんですけど、これは全体的にいっぱい毛がついているのですごくドーリーな雰囲気になります。アイシャドウとかチークとかリップは常にピンクを持ち歩いています。あと目の下はラメを入れて少し涙袋を強調させて可愛い感じに仕上げています。肌の色なんですけど、ロリータちゃんはなるべく色白の方がいいので、ファンデーションは一番明るいトーンのものを選んでつけています。チークは一応ピンクと赤っぽい色をミックスさせて、ちょうど目の黒目の真下ぐらいのところを中心にして丸く入れるようにしています。そうするとすごくドーリーな感じになっておすすめです。あと最近流行っているのがこういうキラキラを使ったメイクなんですけど、目の下とかにこういう乳液を使ってつけるとすごく可愛い感じになって、お茶会でもキラキラメイクをされる方は多いので、このグリッターはですね、爪で使うようなグリッターなんですけど、それを使ってキラキラメイクを流行っています。着ぐしもすごく便利で、ロリータちゃんは結構前髪を溶かすことが多いと思うんですけど、そういう時に静電気も起きないですし、髪もツヤっとなるのでおすすめです。こんな感じで美佐子のメイクは完成します。実際に実践してもらいました。すごい、なんかみんな華やかになった。目がバッチリなって。目バッチリしてね。つけまつけやつね。ね、パッとなりました。すごい、かわいい。かわいいですか？ドールっぽくなってる。あ、嬉しい。実際にチークをどこに入れたらいいか、はい、ちょっとみかんちゃんに実践したいと思うんです、はい、ごめんなさい、私ちっちゃいからごめんなさい。大体ですね、黒目があるんですけど、黒目の下あたりにふわっと入れるとすごく可愛いので、この辺ですね、ちょうど。で、ロリータファッションはふわっと見えた方がいいので、なるべく濃いめ、普通のファッションの時よりも濃いめに入れた方がよりふわっとドーリーメイクになるので、ちょっとこのぐらい濃いかなって思うぐらい入れちゃってもいいかなって思います。なるほど、ありがとうございます。ね、すごいみんな可愛く変身できたんですけど、まだ髪の毛が完成してないので。そうです、髪の毛、可愛いんですけど、はい、もっと可愛くするためにこれからヘアアレンジについて学んでいきましょう。ヘッドドレスアレンジ、リボンカチューシャアレンジ、ボンネットアレンジ、ウィッグアレンジ、他にもいろいろなアレンジがあります。はい、実際にメリメルちゃんに変身してもらいました。完成
すごい完璧完璧完璧。どうですか。すごい変わった変わりました。なんか一番変わったじゃん。すごい初めて初めてです。でこの髪型はなんてポメポメポムポムヘア。あ、ポムポムヘア。ポムポムしてるんで、結構ロリータちゃんの中で流行って、うんうんうん、で、あの巻かなくてもゴムでこう何箇所か留めるだけで、すごい可愛らしい髪型ができるので、すごい時短になります、ね。すごいふわふわしてる。すごい全部地毛。全部地毛ね。すごい。長いよね。おへその下まであるよ。ある。すごい。巻くの大変。可愛さのために可愛さのためにでもやっぱり巻くとボリュームも出て、すごいドーリーな雰囲気がより増すんで、すごい可愛いと思いますし、この姫カットをちゃんと出して小顔効果も期待できる。結構ロリータファッションって着るのも大変だけど、ヘアメイクも完璧にした方がよりドーリーにより可愛くできるので、皆さんもぜひ実践して、はい、これからもいろんなロリータを世界に配信していこうと思うので、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそれでは、はい、結構完璧になってきて、はい、ロリータファッションも上達してきているので、はい、次回は美味しいお菓子を用意してみんなでティーパーティーをやりながらレッスンをしたいと思います。次回も楽しみにしててください。